あ、ちょうどいいところに。今、少しだけ時間が空いたんだけど、私の話し相手になってくれないかな。そうなんだ、奇遇ね。私はやる方かな。やっぱり自分が動いて汗をかいた方が気持ちいいと思うの。私は中身を少し確かめるくらいね。あとは家で落ち着いて読みたいから。半々ってとこかな。コートはこの間買ったけど、中に着るものはまだ揃えてないの。人気のあるお店のコートだから、売り切れる前に手に入れようと思ったの。何？どうしたの？何か考え事？ことないかな。言うなれば、好きになった人がタイプ。ずるくない。あ、そろそろ授業の時間ね。ええ、本当はもう少しあなたとお話できたらいいんだけど。そうね。それじゃあまた。
ねえ、シシシシ、大成功。なぜって、お兄ちゃん大丈夫？ここはミヤのクラスの目の前だよ。何してるの？ミヤに用事？今日の晩ご飯何が食べたい？ねえしししし、今日は調理実習で覚えたびっくり肉じゃがを作るんだ。びっくりするほど美味しいの。ついでだから今日はミヤが全部作るよ。他に何か食べたければ今のうちだよ。ほらほら、遠慮しないで。それはお惣菜じゃん。他には？それもお惣菜。お兄ちゃん、ミヤの料理食べたくないの？それは？何よそれ、バカニーニ。そんなことないもん。ずいぶんにぎやかね。こんにちは、ミヤちゃん。すごく楽しそうだったけど、何の話をしていたの？そんなことない。私こそ失敗しちゃった。それにしてもかわいいわ。本当に猫ちゃんみたい。君はいい妹さんを持ったわね。羨ましいな。あら、退屈しないで済むんじゃない？いつかミヤちゃんと仲良くなれるような作戦を考えてみようかな。うん、出会いがちょっと失敗っぽいから。あれ、何かまずかったかな。え、なんで俺？そっか、本当に仲いいんだね。それじゃあ今後ともよろしくね。お、に、い、ちゃん。
Thank you.